これは使えますね。さすがフワちゃんです。かわいい。それ学ランですか？そうなの。今日はもうメニューのうち飯塩漬キャンペーンを応援しようと思って、もうねチャリも私もねすごい可愛く学ランでデコってきちゃった。じゃーん、いいデコっぷりですね。いいでしょ。さすがですよ。そうなの。ハローメニュー、どうもヒカキンです。フレフレメニュー、フレフレメニュー、わー、よろしくお願いします。皆さん拍手。ヒカキンさんだ。学生時代とかあの静かな方だったんで全然応援団長とかけ離れた人間だったんですけど、今回もぶち上げていきますのでよろしくお願いします。はい、中もちゃんと赤着てこうわざと見せてますので。差し色しちゃってやんの。ただね、フワちゃんのその服見て、うん、俺より派手やんと思ってさ。可愛いでしょ。ヒカキンにも後で触らせてあげるよ。それ誤解されるでしょ。あのメニューの宅配の人みんなこういう格好してんじゃないかって。あ、どうしましょう。どのリュックから開けていきましょうか。今フワちゃんは赤背負ってるからこの白いバッグにしよっかな。こんなデリバリーがあったら嬉しい。はい、もうね、そんなんね、決まったらもうとびきり最高のイケメンがあのね、裸マッチョでね、10人ぐらいで押し寄せてくるの。ピンポーンって言って鶏胸肉ですって言ってくる。そしたらめちゃめちゃ嬉しい。でも今はちょっと密でそんな10人もあのマッチョのイケメンが来るなんて不可能だから、まあ、その分なんかデコったりとかして、なんか こんなさ、デコチャリできたら超可愛くない？いいですね。そしたらもう私ピンポンって来る前からベランダでこうやってまだ来ないかなって見ちゃうよね。デコチャリできてバッグもすごいデコるの。でもこのバッグデコらなくても可愛いから、やっぱりデコらなくてもいいかも。ただメニューが来てくれれば嬉しい。何言うのか僕もワクワクしてたんですけど意味わかんなかったですね。なんで意味わかんない。あの、僕は本当に家に来ていただけるだけで本当嬉しいんで。あ、ずるいぞ。やっぱマッチョがいっぱい来たとしても冷めてたら意味ないから、もうほかほかのメニューが来ればそれが一番嬉しい。私だってこびてやったのさ。なんか違う対決になってきてますけれどもさ。では2つ目のトークテーマに行きたいと思います。メニューのフードデリバリー、誰におすすめしたい？でもやっぱ出来立て出てくるっていうことで、私もそう、時間ない人、そうだね、いつも忙しい人って言ったら誰だろう。あの、和田アキ子とか忙しいかもしれない。そうだ、なんかそれで言うと前ね、あのね、私なんか和田アキ子から電話かかってきて、フワちゃん今あの赤坂にいて、あの美味しいおにぎりあるから取りに来てって言って、で私も赤坂にいたから取りに行ったの。でもメニューだったらあのわざわざ取りに行かなくてもお家まで届けてくれるでしょ。だからそう、美味しいおにぎりはメニューにもあるよってはね、和田アキ子に教えてあげるんだ。デリバリーの注文完了後、待ち時間何してる？なるほど。2パターンで、もう動画編集しながら、作業しながら待ってるか、その日の仕事なんとか終えて、あの結構夜遅くに注文して、それまでベッドで、あーって言って、スマホいじってるか、どっちかで。応援団長といえば、やっちゃうよ！ 337 秒！せーの、ピッピッピピッピッピピッ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 今フワちゃんをパンチしてたんですよ。フワちゃんパンチしたの。ちゃんとやってるんですよこれ。ほら。でも遠近感おかしいから全然そういう感じになってない。